たまにここ人とか呼んで初めて来る人とか、うん、で特に女性と来るといい感じになっちゃうっていうとこないっすか。まあ、 あの他より密室感があるのと、いやここいい感じになっちゃうっていう、いや他の空間と比べると全然違うの。確かに、いや全然違う。あったかい、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 なんでだろうね。でも物ってあったかいんだねやっぱ、うん、でもまさにこれをここに住んでるやつが絶対に置いていってるから、うん、っていうのだよね。普通もっとドライじゃん空間。普通の家住んでる人からしたらわけわかんないと思うけど、でもみんなさすぐさいいってなるくない？すぐ受け入れるよね。いやそう、これはもうでもまさに好きなものしか置いてない家の一番いい例じゃない？あれとか可愛いし、太宰府のやつあんな受けるね。なんかこれでかお母さんが送ってくれた。いやこれわけわからんな。あ、俺が作ったバックミンスターフラーのレーザーもあんじゃん。あれいいな。あれ千葉で作った、うん、あれめっちゃよくね。あれいい。いやレーザーシリーズどれもいいよね。いやそう、いやあん時楽しかったな。あん時めっちゃ楽しかったね。あん時にハルと3人も、そうそう、あん時はねでも楽しかった。いろんな実験して死ぬほどいろんなとこ行って、会社ではなかったよね。いやマリの音楽最高っすねマジで。なんでだ。いやあったかい、あったかい、ポカポカくんって感じですね。これついてね、つける、つけてる。何ですか、これは、三軒茶屋、あ、違う、コマ、あ、違う、アマテラスか。あ、アマテラスに住んでる時に、コウスケさんがくれたんだ、朝日ランプ。そうなの、でしょ。2つ、2つあって、このバイブラランプと燃えよ太陽があったじゃん、そこに。あれがやばかったっけよね。今の、今前壊れちゃって、で、あれ朝日ランプに、聞いても、もう売ってないの。廃盤なの。確か名前違ったよね。そうだからあれだ、おじいちゃんの形見でもらってるからね、コウスケさん。え、おじいちゃんの、え、コウスケさんの、おじいちゃん、そう。で、これは俺の、これはあれよ、俺があげたやつよ、ミラの、これ俺の、なんなの、両親のやつ。あ、そうなの、グニョグニョ。これでもあれだから、ね、ライプの、ランと、ライプの、ライプじゃねえよ、ランプ。ライトとランプの、ライス。いいえ、ライプ。これが来た時にすごい覚えてるのは、レコードプレイヤーも同時に確かレコードプレイヤーもあって、あー水色のね、そう一番最初のレコードプレイヤー。うわー確かに懐かしいわ、あの時すごい。それどっから作ってたかみたいなのあるね。この確かにあの窓付近から確かやってったと思うんだよね最初この辺。これとかね、それだってケイン島で、うん、これはだから俺が作ったのもあるからウケるね。そうで、その辺から始まってそっちに行って、でもこれの棚は一番最初からあった。そうだね、棚はあったね。これはケイン島、確かにこれも京浜島で確か拾ったやつじゃない。あ、そうだね、分電盤は今思い出すと俺もほとんど関わってるから覚えてるっちゃ覚えてるわ。うわ懐かしいな、どこの双眼鏡。これまたでもリクのインタビューもやろう、これ両方でもやるのは面白いかもしれない。懐かしいね。
これは千葉だね、市原。うん。で、現にさ、でも陸がこう住み始め、あのシーラ作ってさ、2代目、うん、で、こうこっちはマリにあげるみたいになったのはいつ？いつだろう、あれにベルリン行く前、ベルリン行く前かな。あ、じゃあもうちょうど1年ぐらい前だね。うん、どう、もらう、自分のものになるってさ言われた時どんな気分だったの？最初からでも自分のもんだと半分ぐらいでも思ってたものあんのか。でもやっぱ今でもさ、やっぱり陸のものっていう感じが半分あるじゃん。まあそうだね。どう、自分のものって感じする？その時はなんか最初はリクのものって思ってたけど、途中からはやっぱり結構ここにも来てたから、うん、もうなんか2人のものみたいな感じだったけど、うん、でもリクが作ったしリクのものだし、うん、でも私のものではないとは言えないみたいな感じのイメージだったけど、それでなんか住んでみて私にあげるって言われた時は、ちょっと怖かった。怖い？どういう意味？私で成り立つのかっていう、チャーリーの飼い主。じゃない、チャーリーを手放す時はまあ私とも終わる時なのかなみたいな。え？だから私にあげるっていうことはチャーリーを手放す可能性もあるんだなっていうふうにその時初めて思ったの。うおー、やばいねそれ。チャーリーを手放すってことは私も手放されるんじゃないかってことっていう可能性もあるんじゃないかってことね。私ここで2人で過ごしたい、あ、時間をあげるっていうのはしたから、確かに一緒に買った何かをあげるみたいなね、一緒に使ってたもの、確かにそれすごい概念だね。なんか2人のまあ2人だけじゃないけどもちろん、でも2人の思い出もすごいあるものをこのまま持ち続けるのは嫌だっていうふうになったとかっていうのも考えたね、うん、その時は。なるほどね、うん、まあでもそうではなかったんだけど。そうではなかった、そうだね、うん、そりゃそうだな。確かにリクはどんな気分であげたんだろう。でも、ね、それは、うん、自分のものになるってなっていったのってどういう、まあ、ちょっとずつだと思うけど、私にとって、うん、ここが自分のもの、今さってさリクに貸すみたいなさ感覚になってるでしょ。ああ、いやまあそれは口だけでかうち思ってるわけじゃないけど、でも実際そのあげるあげないの話の前に、うん、なんか毎週来ると絶対物が増えてたんだよね。2年間ぐらい、2年半ぐらいかな。確かに。そう。それやばいね。2年間は絶対そうだった。毎週来るたびに変わってるから、それがすごかったけど。そっか、増えなくなった時からね。そう、増え、いつある時からか増えなくなって、で。逆に私がその後に、いや別に意識してたわけじゃないけど、ここ増やしていくの、私が結構その後置いたものとかもあって、それちょっと 見してほしい。例えば何、ちょっとかもしれない、これとか、これ何、これは結構ね、昔のやっぱでも自分のものを置くっていうプロセスは大事なんだろうね。何これ、ちょっと一目惚れしたんだけど、うん、音楽のこととかも書いてあるけど、まあ、詩が多いね。詩、こういう詩も書いてあるし、写真もある。
なんで知ったんだっけな。まあでもこの表紙に結構一目惚れして買って、違うシリーズのやつも買ったって感じ、うん、なるほど、うん、難しい。これ置いたのも結構前、うん、難しい。なんかこれとかは見して、かわいい。これね、リスにプレゼントで買ったんだけど、すごい追いやられてたからね、私がここに持ってきた。わず、あ、わずか、これ、うん、出た。本当は白のワズが欲しかったけど、そう、カーキ色のワズ来ましたね。レクとワズの話でだいぶ昔盛り上がってワズ欲しいねって言ってたから。ワズやばいよね。とか、あとはこれとか。これ何？S 字フックなんだけど。あ、S 字フックなんだこれ。こういう。はいはい。グルグルの。かわいい。これめっちゃかわいい。どこで買ったのこれ？これはヴィランズ。おー、やばいっすね。ヴィランズこういうの売ってるもんな。金具やってる服って服屋少ないよね。うん、フィレックか、うん、違うか、フィレックか。あとこれも体験買ってきた。なるほどね。あくまでやっぱでもインテリア。なるほどね。なんかさ、DIY でさ、ビス打ったりすることあんの？はない、ほとんど。じゃあちょっとなくしていこう。やばい、リクに怒られるのかな。いや、怒らない。でもいいものをどんどん、なんかマリっぽい空間を足してってほしい、うん、でもこれもほぼ初、そっか、コイリアぐらいかな、2個目。そうだね。でもコイリアはもう完全にリノベしたじゃん。これは引き継ぎじゃん、うん、だからすごい面白い例だと思う。そうだね。でももうやっぱでも家感はもう出てるんだね。でも多分まだ、いや全然まだまだ、もっとマリっぽくしていってほしいわ。うん、こう思うと、やっぱまだ陸感がすごいある。変えてないからね。まあそうだね。置いてるだけだから。ちょっと変えてってよ、どんどん。で、本とかすでにでもあるもの持ってくるだけですぐ変わるよ多分。マジで。色とかそんな変な、なんていうの、大改造とかじゃなくても、物変わるだけで全然違う、整理して。あそこの棚とかさ、全部いい雑誌だけバーってやるだけでも違うじゃん。はい、モロッコのやつとかあれもいらないもんね、別に。モロッコの窓、あれが洞窟でいいんじゃないかっていうね、うん、これモロッコの、モロッコ行った時に買った窓、それめっちゃいいよね。めっちゃいい、それいいんだよな。それも裏にね、ちょっとつけたかった。めちゃくちゃ重いよねこれ。重い、寝てる時足に落ちてきたらどうしようって。いやあれはね、まあ、あれちょっとね、でかすぎるわ、この空間に。なんとなくちゃんと裏にコーンスティックみたいなやつ。あ、かわいいね。じゃあ、あの窓は僕がもらおうかな。それはリクが送る。それはリクが怒る。でも覚えてるもん。それも面白いな、俺の記憶もあるんだよここは。いやだからモロッコの、俺まさにモロッコのどの店で、俺が見つけたし、あれ。あ、そうなんだ。うん、もうなんだろうな、逆にリクがわが物が置いてるじゃん。うん、そうそう。まあでもあの時いっぱい買ったんだよこのシリーズ。あ、そうなんだ。そう、窓シリーズやばいね。そう、やばい窓シリーズ。なんだっけね、ラフェラルーテみたいな、なんかね、名前があって、それはね、要は、庭、なんか、要は、王族とかの庭園とかにゲートがあって、それが、まあ、いわゆる、
いいものを持ってるシンボルみたいな。で、みんな庭が欲しいのよ、モロッコっていうの。なんだけど、それが手に入らないから、こうミニチュアにして作るっていうのが、なんかその概念であって、それのうちの一部。そう、その窓シリーズ。だから庶民派の、庶民のラグジュアリーなんだよね。かわいい、すごい。だって浮いてんのやばくない？フレーム2個あってさ。浮いてて窓なんだよ。もう浮いてんとこ開いてるから外やんみたいな。でもこの開ける動作が大事なの。なんか日本的だなって思ってた。あ、本当。いや、それはモロッコ。でも確かに日本っぽいよね。蔵とかあるね。でもよく見ると形とか明らかにモロッコの感じ。そうね、時計とかも2時でロックされる時計で、まあでもちょっとこの辺はリクに聞こうか。そうだね、うん、確かにな。なんかやりたいね。うん、やったらいいよ。